皆さんこんにちは。今日は掛川というね、静岡の都市まで遊びに行こうかなと思って切符をね買ってみました。3,740円ということでね、青春18切符の期間であれば、まあ、そちらの方がねお得になるのかなと思います。今回はねちょっと時期がずれているということもあって、普通の切符で挑むことにしました。今日もよろしくお願いします。さて、掛川っていうのはね、何があるかっていうと、やっぱりね静岡茶有名ですよね。お茶どころでもあります。そこに行くまでのね道中、青春18切符ではありませんが、100キロ以上の切符は途中下車が OK なんですね。ということで、途中下車もしていきながらの旅にしていきたいと思います。まず立ち寄ったのは熱海駅、家康の湯とね書いてありますが、こちらね足湯なんですね。こちらの足湯ね、やってない時とかもあって久しぶりに入ることができました。熱海といえば温泉ですから、こうして無料の足湯があるというのは嬉しいですよね。タオルを持ってなくてもタオルの、ね、買える自販機みたいなのがあったりしました。さて、ここから先は静岡県に、ね、入っていきたいと思います。まず降りたのは西焼津駅。この駅でね降りると炭焼き爽やかもね比較的近くに店舗があったりします。以前も一度来たことがあるんですが、その時はねこの道を歩いた時すごい大雨だったんですよね。嵐の中をねここ歩いたのを覚えています。爽やかから駅にね帰った時にはもう靴がもう水槽になってましたね。そんなことを思い出します。ゴミ八珍っていうのもね浜松餃子のお店だったりします。静岡県内に結構ありますよね。そして歩いていきますと、なんだか気になるねお店があったりしました。ちょっとね中華料理屋さん入ってみることにしました。冷やしラーメンね、看板に書いてあったのが美味しいのかなということで、冷やし中華のセットをね頼んでみることにしましたよ。ちょっとね孤独のグルメチックな感じでリスペクトっていう感じでね、何にも前情報入れずに入ってみました。冷やしラーメンですね、一年中やってますって書いてました。もろ美味しそうだなということでね食べてみることにしました。さて、注文して少しね待ってみますよ。ご夫婦でやられてるのかなという感じでね、とっても安心するようなお食事所、中華料理屋さんでしたね。こちらが冷やしラーメンセットでございます。こうしてスープがつくの嬉しいですよね。中華スープ、そしてチャーハン、どれもねちょっと懐かしい味がするという感じで、とてもねほっこりするお味でした。結構ねボリューミーなんですよね。そして冷やしラーメンは細麺なのがね印象的でした。お肉とキュウリとハムとねすごく合いますよね。ガツガツと食べられるような町中華と言ってねいいんでしょうか、そんなお店でした。あー、お店の名前なんて読むのか聞くのを忘れてしまいました。古城村ですかね、古木村ですかね。ちょっと気になるところではありますが、歩いているとねやっぱりこういう出会いがありますよね。なかなかこの道を歩かなければここに行こうということはねならないわけです。さて、駅前まで戻ってきました。金券ショップなんかがねやっぱり大きな駅の近くはあったりします。金券ショップはやっぱり安いので、とてもね使い方によってはいいものになるんじゃないかなと思います。私はね今回は普通のね切符を買っているので、このまま電車に乗り進めたいと思います。藤枝駅から続きに乗っていきます、ね、一駅歩いた形ですね。藤枝駅の近くはやっぱりね、まあ、西会津の方までまたぐんですが、朝ラーメンがね有名だったりするので、朝来た場合はねラーメン食べるっていうのもいいのかもしれませんね。ちょっとねカツオっぽい感じの味がするっていうのかな、そういう出汁系のねラーメンがいただけたりするんですよね。さて、続いてやってきたのは島田駅ですね。駅から歩いて少しのところにココロというねお店がありました。こちらがねどら焼きのお店ということなんですが、こちらがね皮だけというメニューがあるんですよね。中にあんこが入っていないんですね。ちょっとねこの皮だけというのが非常に気になりまして、こちら100円でございます。しかもね焼きたてをいただけるんですね。これはね食べないわけにはということでいただきました。こちらが皮だけ、どら焼き皮だけでございます。確かに何も入っていません。とっても
美味しいです。さすが焼きたてですね。蜂蜜が入っているのかな？なんかすごくですね、甘みが豊かで美味しかったですね。心さんおすすめです。島田駅から歩いていけます。さて、さらに掛川に向けて進んでいきましょう。さあ、列車がやってきましたね。さて、次の目的地なんですが、金谷という駅ですね。この駅からはちょっとね、有名な湖上のね、駅とかもあったし、湖の上にね、駅があるみたいな、そういうところも有名だったりする、大井川鉄道なんかもね、近かったりするわけなんですが、このね、金谷という駅から出ています。今回はね、この金谷駅で降りてしまいましょう。大井川鉄道はね、まだ一度も乗ったことないんですよね。いつかね、乗ってみたいなと思います。ね、湖上の湖の上のね、駅とかもね、ぜひ行ってみたいなというふうに思いますね。さて、またね、切符を中に入れます。普通はね、降りるとき切符が回収されてしまうと思うんですが、この100キロ以上の切符ということで、途中下車ということで、ね、認定されますので、降りてもまだね、切符が返ってくるという仕組みになってるんですね。最初はね、ちょっとドキドキしましたね。これ取られちゃうんじゃないかななんていうふうにね、思いました。さて、金谷駅を降りて、駅のね、入り口と逆の方に進んでいきます。南側、ちょっとね、山の急斜面になっております。ここはね、バスもあるので、本来はね、バスとかでも行ってもいいんですが、ちょうどね、いい時間がなかったということで、私はこの登山をね、楽しむことにしました。ぐーっとね、上がっていきますと、今回の目的地、富士の国茶の都ミュージアムというところにね、行けるんですね。やっぱり静岡はお茶が有名ですから、お茶のミュージアムというのがね、実はあるんですよね。新しい施設になっています。私は来るの2回目なんですが、とっても面白いんですよね。坂道が思ったより長いです。坂がきついですね。本当にずっとミュージアムまでずっと上り坂みたいです。これはね、バスを激しくお勧めします。早く一番上まで行って美味しいお茶飲みたいと思います。なんかね、結構疲れてますよね。ちょっとこの時の気持ちを忘れていたんですが、なかなか上り坂だったみたいですね。ある程度登ると、上りもね、落ち着いてきます。茶畑ですよ。すごいですね。うわぁ、こんなに大きな茶畑があるんですね。もうこれだけじゃないですよ。この区画だけではなくてですね、ずらーっとこれ続いているんですね。まさにこの辺を歩いているだけでもお茶の香りがしてくるような、そんな場所でしたね。ここまで来るとね、もうバス使えばよかったという思いから、歩くのも悪くなかったかなっていうふうにね、ちょっと思いが変わってきたのを覚えています。すごく綺麗にされてますよね。こんなに茶畑のすぐ横をね、歩いていいんですね。お茶の香りがする道でしたね。徒歩20分ぐらいですかね。駅から20分ぐらい歩けば着いてしまいます。富士の国茶の都ミュージアムですね。結構建物綺麗じゃないですか？ね、こんな施設があるんですね。山の上にあるということになっています。非常におすすめですね。静岡観光の中に組み込んでいただきたいななんていうふうにね、思います。こちらではお茶の歴史、お茶の種類、ね、どうやってね、全世界でお茶が楽しまれてきたのかということもわかりますし、体験型というのもね、あります。世界のお茶、どんなものか飲めたりですね。あとは、碾茶から抹茶に挽くというね、石臼で挽くっていうね、体験をできたりもします。さらには、お茶室もあってですね、遠州ゆかりの方が設計されたお茶室ですね。それを再現されて、そこでお茶を楽しむことができる、お茶の先生にね、教えてもらうことができる、そんな施設もあるんですよね。本当にお茶に関すること、様々学ぶことができます。しかも料金がお安い。日本茶の入れ方体験200円というね、すごいお安いですよね。様々な企画が次々に行われているんですよね。もうタイムスケジュールを見ると、次これでこれでって、もうね、あれもやりたいな、これもやりたいな、そんな気持ちにさせてくれます。さあ、私はね、ちょっともう夕方ぐらいに差し掛かっていたということで、このお茶室が先に閉まってしまうということでね、一番最初にお茶室行くことにしましたよ。今回はね、500円で体験ができます。普通はね、こういうところ行くと、お茶の先生が立てていただいて、それからね、ちょっと飲むって。
ことをすると思うんですけれども、自分で立てるという体験とね、選ぶことができるんですよね。ということで私はね、あまり立てたことっていうのはないので、立ててみることにしました。こちらの建物もね、遠州ゆかりの方の設計ということになります。とってもすがすがしい場所なんですよね。気持ちの良い場所です。ここにね、いるだけでもかなり癒されます。この庭園を歩くこともできるんですよね。体験料500円、そして立てる体験というねカードをいただきまして、こちらをね首に下げて奥の部屋へと入っていきたいと思います。本当にね、まあ、きらびやかというよりはね、とても落ち着く場所っていう感じがしますね。さて、こちらお茶菓子とっても綺麗ですよね。桜の模様がね入っています。とってもこう透き通って綺麗なお菓子ですよね。まずパクッといただきます。そしてこのね、苦味のあるお抹茶ね、グイッといただくんですが、甘いお菓子の後にお抹茶をいただくととっても合うんですよね。さらに奥のお茶室もね見せていただくことができました。貴重な体験でした。窓から見える景色はとても綺麗ですね。落ち着きます。この先にね、本当は富士山が見えるそうですよ。こんなに晴れてるのに見えない時もあるんですね。ちょっとね、離れみたいなところもありまして、ここはね、すぐ下が池になっております。気をつけてね、見たいと思います。涼みながらね、ここで過ごすこともできるんだなと思います。茶室の名前は、秋木楼っていうみたいですね。日本庭園もね、千利休、古田織部、経て、綺麗錆の茶の湯を確立した大名茶人、小堀遠州が手掛けた建物、そして庭園をね、復元したということみたいなんですよね。すごく綺麗ですよね。綺麗錆っていうね、言い方があるんですね。相反するものに見えますが、寒尺の中に華やかさなどがね、入っている。それがね、綺麗錆ということみたいですね。さあ、茶室を見学した後は世界のお茶体験、200円でね体験ができます。こちらはですね、トルコチャイなんですね。リゼというねお茶っ葉になるみたいなんですが、トルコチャイのね特徴というのがあります。こんな感じのね、2段になったやかんみたいな感じでお湯、そしてその上に茶葉をね乗せるという形になっております。常にですね、これを煮出すような形になるようなので、茶葉のねいっぱいこう、苦味っていうのがね出るということなんですよね。でこんな綺麗なカップに入れていただきます。角砂糖をね結構しっかり入れるみたいなんですよね。これも一日中ずっと煮出すっていうのが飲み方みたいなので、この苦味をね緩和するためという意味もあるのかなと思います。今はね、あんまり甘くしすぎると、健康にもね良くないなっていうねことで、現地でも砂糖の量っていうのはね使われているのは減っているようです。今回はねこんな感じで、あまり苦すぎないような形で薄める形でね、そして砂糖も入れて楽しませていただけるということなんですね。ちょっとねこんな感じで薄めています。半分量ぐらいですかね。お砂糖1つで入れていただきました。これ何個も入れるっていうね入れ方もあるみたいですね。綺麗ですね、トルコ茶。本当はねこの倍の濃さがあるということなんですが、すっとねこの半分量にしていただくと、かなりねもう馴染みのある紅茶に近いのかなと思います。で午後の紅茶みたいな感じのね味が近い感じがしましたけれども、特にねこの砂糖を入れると相当飲みやすいですね。もう普通にペットボトル飲料として売っててもおかしくないような美味しさがありましたね。早速いただいていきます。美味しいです。トルコ茶初めて飲みましたが、これは美味しいですね。またね飲みに行きたいなと思いましたし、自分で入れてもねいいなと思いましたね。そして2階は見学できるようになっていて、様々なねお茶の勉強ができます。そもそもねチャイとねお茶ね発音が似てますけれどもね、
茶っていう言葉になった広がっていったところもあれば、テーとかねティーとかね、そういった言葉で広まっていったということで、もう全てね語源一緒なんですね。日本語の茶だと思ってたと思うんですけれども、茶とかチャイとかティーとかテーとか全部ね一つの語源から、まあ、世界中に広まっていった、それがねお茶ということみたいなんですよね。いやー、富士の国茶の都ミュージアム、お茶を飲むこともできるし、お茶の歴史を学ぶこともできる、本当にね面白い施設だなと思いました。そしてそのミュージアムのすぐお隣にあるのがトロロやトトロさん。もうねトロロっていう感じがねしますよね、店名からも。美味しそうなので寄ってみることにしました。もう茶畑がね背景に見えてますけれども、すごいですよね。本当に茶畑の中に囲まれてあるという感じです。こちらはねトロロを使ったご飯というのが有名なんですよね。トロロ丼っていうね言うぐらいですから、これをね今日食べてみたいと思います。トトロのトロロ丼ってね書いてあります。お出汁をね、魚系のお出汁をね使っているようです。それをねトロロと混ぜていただくんですね。こちらがトロロご飯でございます。丼ですね、トロロ丼でございます。すごく美味しかったですよ。こちらのトロロに関してはやっぱりねお魚系の出汁と大変よく絡まっていて、お味もねしっかりめについております。いやー、いいご飯を食べてしまいました。ごちそうさまでした。さてここからはバスでもいいんですが、帰りは下り坂なので、まあ、迷うことなく歩きでねまた茶畑の中をお茶の香りを楽しみながら歩いていきたいと思います。金谷お茶の香通りと書いてありましたね。お茶の香りするなーってね思ったんですけども、そういう名前がついてるんですね。やっぱりここは素晴らしい景色です。景色とね香りもすごいですからね、観光スポットになってもおかしくないぐらいだなと思いました。体力自信あるぞっていう方はですね、この金谷駅から歩いてお茶の都ミュージアム行くのもねおすすめです。登りはねバスの方がいいかなと思います。結構ね私も息切れました。富士山のねてっぺんまで登ったことあるんですけど、結構息切れましたからね。帰りはねずっと下り坂なんでいいのかなと思います。本当はねこの井川っていうね大井川鉄道とかも乗ってみたかったんです。こちら大井川鉄道の駅舎、 JR の駅のすぐ隣にあります。こんな感じでねなんか乗ってトロッコ列車みたいなね形の列車もあったりします。特にね奥の井川の方まで行くとねそれらの様子が見えたりするんですよね。私は残念ながらまだ乗ったことがないので、ちょっとねまた金谷に来て大井川鉄道も乗りたいなと。さて金谷駅に戻ってきました。ここからはさらに西に行きますよ。掛川ですね、目指していきたいと思います。そろそろね時間的にも最後かなと思います。途中下車、最後はね金谷ということで、ここからはこの旅の終着地掛川に行きたいと思います。さあ、あっという間にね着いてしまいました。掛川の駅舎はね木造の駅舎が残されています。昭和8年建設、昭和15年に改築されて以降ですね、戦争であったり多くの台風とか水害とか耐えて今まで残っているという歴史があるんですね。保存活動とかもねされて今日まで残っているこの駅舎を見ることができるということなんですね。切った後、木を切った跡とかもねあったりします。柱がここにあったんだななんていうのが分かったりしますね。掛川駅は片側はねこんな感じで木造っていう感じなんですけど、逆側に来るとねこんな感じ、ね、ハイテクな新幹線の駅という感じがしますよね。掛川ね新幹線のこだまが止まる駅ということになっています。新幹線はね金券ショップ自動販売機もあるので結構ね幅広い時間対応してお安く東京まで移動することもできます。掛川メロンパンというのがね有名みたいなのでメロンパンをねお土産に買えることにしました。いやー、今回は掛川までねちょっとこの駅舎とか見に来ようかなと思ったんですけど、それまでのところでね時間を使いすぎてしまいました。帰りも在来線で帰るのは少し大変だなと思ったので、小田原駅まで新幹線を使うことにしました。これね仮に
青春18切符であれば新幹線乗ることはできないというかね、まあ、乗車券ももう一回買わなければいけないので青春18切符が意味がないということになってしまうんですが、このようにね、今回は普通の切符を買ってるわけですから特急券をプラスすれば新幹線に乗れるということなんですね。なぜ小田原までなのかということなんですが、お安いからなんですよ ね。これ非常に面白いんですけど、1000円ぐらい、まあ、900円ぐらいは安くなります。新横浜なのか小田原なのか、それでもね所要時間が大きく変わるのであれば、まあ、高くてもねしょうがないかなと思うんですが、両者はあまり所要時間が変わりません。小田原がねやっぱり便利な駅、上野東京ラインもね通る駅ということに対して、新横浜駅はね横浜線というね上野東京品川に行くためには1本では行けないところで降りるということになってしまいますので、結果的にね所要時間あまり変わらないんですよね。それで900円安くなるということであればね、小田原にしようじゃないかということでね、今回は小田原にさせていただきました。またね分割乗車券という方法もあったりして、ちょっとね買い方が難しかったりするんですけど、途中の駅でね切るってね、分割して一気にね横浜市内っていう切符を買うんじゃなくて、何駅何駅ってちょっと分けていくとね、途中下車はできないですけれども、その切ってる駅以外ではね途中下車できないですけれども、安くなったりすることもあるんですよね。普通はね距離が長い方が安くなるんですけどね、短く切った方が安くなるということもあります。それをね駆使して今ね帰っております。それとこれは完全な偶然なんですが、 N700S っていうね新しい車体車両にね今乗れています。コンセントも各席ごとにあるので非常に便利ですね。こだま一番遅い東海道新幹線ではありますが、とってもね便利に使うことができるかなと思います。今回はね2500円の課金でショートカットすることができましたよ。面白いですね。今回は1日日帰り旅行で静岡県内をね巡る旅でしたね。いや非常にね面白い旅ができたんじゃないかなと思います。今回この動画はここまで、いかがでしたか？動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。